皆さんこんにちは、紀藤あかりです。セカンドシングルのタイトルがですね、デザイアアゲインということで、今日はカニーから質問があるみたいなんです。カニー、今日の質問は何なんだい？どうやらカニーは私が過去にやっていたことでもう一度チャレンジしてみたいことは何ですかって聞きたいみたいです。そうですね、私が過去にやっていたこと、習い事でピアノを習っていたんですけど、私は当時とても不真面目だったので、全く毎回練習せずに行ってたんですね。だから全然上達せずにもう全然、楽譜が読めるようになったぐらいかなっていうぐらいの収穫しかなかったので、もう一回ちゃんと真面目に習っていろいろ弾けるようになれたらいいなって思いました。はい、ということで紀藤あかりでした。バイバーイ。